父さん、どうしてここにまさか、父さんも資格者なのか資格者ああ。あんなくだらないものに付き合っているのか嘆かわしいな。くだらないだって、姉さんの病気を治せるかもしれないのにお前にはもう少し期待していたのだがな。 前にも言ったはずだ。エイダを治すのに、青など必要ない。だったらどうしろって言うんだ父さんのせいじゃないか父さんが姉さんをあんな目に合わせたからあんな目違う姉さんは病気でどうやら記憶に混乱が生じているようだな。その程度には、 まだ魂の強靭さを保っているということか。く、くそその目で僕を見るな僕はイザナミを倒して姉さんの病気を治す邪魔をするなら、絶対に許さない冷静になることだな。今の貴様では、たとえ本物の青を手にしても、 エイダを想像することなど不可能だ。姉さんを物みたいに言うな人間は物体だ。ゆえに想像することもできる。だが、たかがエンブリオに意識を飲み込まれていては、実践は愚か、理解すら難しいか。時期に目が覚めるだろう。 その時にまた教えてやる。ここにいたかナンバー13。確認。確認。レリウス・クローバー。警戒態勢に移行します。ふん。これにはアークエネミーの回収を指示したはずだが。 行動パターンが不可解だな。主目的の相違か。ナンバー13、貴様の目的を答えろ。確認、認証。目的はアークエネミーの回収。それから、ラグナと、一つになる。 青の男か。なるほど。記憶と経験をもとに願望を導き出したというわけか。これは面白い。ラグナと一つになるために、ハークエネミーが必要。確実に回収できるものから、回収する。 まだ幼稚ではあるが自ら思考をも組み立てるか興味が湧いたイグニス調査を始めるぞ対象の波長変動を確認攻撃態勢に移行します機能低下反撃不能機能 か。基盤こそ備わっていたがこの短期間で著しく変化を遂げているエンブリオ内で集中的に刺激を受けた影響だろうかあるいは青の男これは興味深い今後の経過を十分に観察しておくべきだな さてあちらの様子はどうだそろそろ調整を兼ねて見ておくとするかちょっと待ちなレリウス・クローバー大佐だな神楽ツ月かふん、なるほど聞きたいことがある このイカルガの現状について、知っていることを全部教えてもらいたい。ここは何かがおかしい。本来のイカルガではない。その辺の事情、あんたなら知ってるんじゃないのかさすがは黒騎士。いや、今はイカルガの英雄だったか。相応の魂だ。 もう少し詳細なデータを取っておくべきか。おい、聞いてんのかブツブツと不気味な奴だぜ。あんたが何を考えてるか知らんが、強引にでも話してもらうぞ。くっそ、しくじったか。良質なデータを採取させてもらった例だ。貴様の質問に答えてやろう。 貴様が感づいた通り、ここは本来の怒るが、本来の世界ではない。ここはエンブリオ。魔祖から生まれた、いわば世界のコピーだ。世界の、コピーだと本来の世界の住人は魔祖化され、エンブリオに吸収された。 エンブリオ内でおのが意志を保ち行動できるのは、マソカを免れた強い魂の持ち主。資格者だけだ。そんな、バカな話が。信じられないようなら確かめてみるかちょうど、マスターユニットが現れる時間だ。何なっ 問題なく進行しているようだな。世が子孫ジルとでもそれより、そちらはどうなのだ問題なかろうな。ああ。いくつかのイレギュラーが確認されているが、いずれも障害となり得るものではない。ふん。ならばなぜここへ来たよもや。 視覚者となって用を倒そうというのではあるまいな。慌ただしくなる前に、その体を見ておこうと思ってな。ついでに、あとどれくらい持つのかを確かめたい。必要な下がるがいい、レリウス。イグニス、やれ。 不愉快な男だほう思いがけず面白い形になったものだこれが青かこちらはあまり面白いものではないなだがうん、なるほど理解した青 あらゆるものの根源にして、あらゆる可能性を可能にするもの。そして、マスターユニット。やはり実に興味深い。これを破壊し、新たなマスターユニットを創造する。神を作る。イグニスはそのために。だが、 まだ足りない。絶対的なここなる魂が必要だ。そのためにも、まだまだ見させてもらうぞ。